いらっしゃいませ。よかったらどうぞ。ただいまバレンタインデーにチョコレートお配りしております。皆様、あれ、私のをもらってくれた。バレンタインが苦手だった去年までは。今年は足立にちゃんと渡すぞ。足立、誰かが足立に本命チョコを。一体誰なんだ、足立に本命チョコを渡したのは。すっげえ。俺のも食べてよ。あ、うん、全然大好きだ。絶対嘘だろ。すごいじゃないですか、つげさん。ありがとう、みなと。ひふみ、既読スルーが11個。こんな時はどうしたらいい。ずっと嫉妬してた、つげさんに。みなとのダンスを見なければあの小説は書けなかった。よく撮れてるだろ。俺こんな顔して踊ってたんだ。俺は六角優太、営業部の次期エースとして期待されている。よかったら、うん、今度一緒に行ってもらえません？俺も行こう。この二人最近すげえ仲いいんだよな。足立が好きなのはこっちだよな。まさか二人の関係って。そんな冷たいこと言わないでくださいよ。なんでだよ。よし、こうなったら六角スペシャル大作戦で確かめるしかないな。あー、もうなんで気づかなかったんだよ。おお、マジで嬉しいよ。俺バレンタインのチョコ。